どうも、おはこんばんにちは、オビドワです。バットマンアーカムオリジンズプレイ再開していきたいと思います。さて、今回はメインストーリーを進めてしまう前にこのネットワークの中継地点を壊していきたいと思います。どこだこれ、やっはー、敵復活してないよな。前回ここら辺の下の敵を倒したけどね、なぜかウェイポイントが設置できない。これだ、よし、オッケー。こっちか、こちらに表示されているということは下の方か、見えんな。ここら辺にカメラがあるんだろうか。See ya。やばい、もう一人いると思わなかった。あれ、一人俺倒しとこねてたってことか。倒したと思ったのに、あれか。おっと、前回から結構無駄な攻撃食らってるよね俺。よし、ちょっと待っとらん。さて、次の地点まで行くぞ。ほんと今作はグラップリングができない。オッケーオッケー、頑張れ頑張れ。ここだと、あ、これね、確かに暗号神経さえになってる。ラップリング変えとこう。次はここか。やあ、こんにちは。おっと、外してしまった。お、事件が発生している。先にその事件の発生現場へ行った方がいいかもしれないな。行くか。どこだ？確かこれも、この事件発生もなんかクリアしていくとイベント的なものが、ゲージが進んでいってたような気がするんだが。おっと、そこに武器を持ってあげるので先に何とかしたいところ。おっと、一発もらうとは思わなかった。試しにやっているけどね。こんなものだろうか。たまにはちょっとかっこいい戦い方もしないとね。結構殴られたけどさ。お、ダークナイトチャレンジをクリアしたぞ。俺になってたのか、全く思い出せなかったぞ。ダークナイトチャレンジ、そういえば今はどういうのがあるんだろうかね。シャドウビジランテ、カジバのクリティカル、1回のフリーフローコンボでクリティカルストライクを20回繰り出せ。クリティカルストライク、それ前の技が終わるタイミングで押せばクリティカルストライクを繰り出せる。メインティックメニューでヒントヘルプバーにクリスルタイミングのが得られる。クリティカルストライク持ってたかな、思い出せないな。クリティカルカウンタースペシャル、クリティカルストライクというものを持っていないかな多分。名前的にここら辺で手に入れるやつだと思うんだけど、クリティカルストライクって確かおそらくは前作であったやつだと思うんだよ。こう敵を攻撃する瞬間、攻撃が出る瞬間をちゃんとボタンを連打じゃなくて、
攻撃、次の攻撃が出るタイミングで押すと、あの上に出てくるコンボゲージみたいなのが溜まる量が上がるんでね、普通は1ずつ上がっていくんだけど、それがまあ2つになるっていう。2つ同時に上がるんですね。それになるんだけど、多分持ってないね。ということは、現在の時点ではクリアできないとか。うん、しょうがないな。またここら辺ちょっと見てよ。スモークペレットを使ってテイクダウンを仕掛ける隙を作れ。これはやろうと思えばできそうですね。次、敵いたらやってみようぜ。ここら辺が難しいよな。敵に見られることなく、プレデター戦闘に勝利せよ。プレデター戦闘が、知り合いから聞いた話では、普通のマップ上でもできるみたいなんですよ。これはてっきりね、イベントじゃないと無理なのかなって思ってたんだけど、そんなことはないみたいです。ただ、その敵がどこにいるのかわからないので、こういうのは後々ね、調べてやろうかと思います。案外普通にプレイしてても、クリアできるときはできるのかもしれないですが。場所がわかんないんだよなぁ。あとで探そう。もっとあそこに。すげえ近かったよね。どこだ？普通に歩いて行けるところなのではないだろうか。どこだ？そこの上かな？じゃあ。場所的にここら辺？ここと出ているが、なくないか。ここではないよな。下のどこかですよね。お、あったあった。次だ、次。お、リードラーのチャレンジがあるぞ。しかし蒸気がある。どういうことや。ああそうか、あれを一旦凍らせてからあそこスライディングであの奥にあるやつを取ればいいってことかな。でもまだ凍らせるアイテムがないからな。ちなみに凍らせると言ってるのは前回も言ったのですが、あの前作であったんですよね、そういうアイテムが。それかなと思うんですけど。どこだ？カメラが見当たらないな。ここら辺であるみたいだけど。あれ、これ警察官じゃないの？いいの？スワットって書いてあるぜ。まあバットマンも襲ってくるんだろうけど、現在敵と見られているからな。バットあったあった。間違い。こっちにもあるみたい。あ、あれですね。おや、あったあった。残り一つ。ここですね。敵がいますが、無視。電線がショートしている。かな？じゃあ。よし。これで全部破壊したぞ。これでワープ可能になりましたね。さて、ではメインクエストの方を進めていきたいと思います。でミッションだね。なんで俺いつもクエストっていう癖があるんだろうね。まあいいや。ちょっと近いよね。おお、
saw the guy they brought in. Anyway, we give him space to do their little arms deals. But then some monster in a cape drops him from a building and a Christmas tree breaks. こう言ったらバレないか。ここら辺の人たちを全員テイクダウンしてしまってもいいのだろうか。できるかどうかあんまり自信ないけど。ほら、やった。予想外だ。これだけやらなきゃいけなかったの。よっしゃ、できたぞ。グラインドで250メートル移動せよ。あれ俺多分すぐできる。あれはね、あれはなんとかなると思うんだ。あとはプレデター戦闘がどうのこうのってやつでしたっけ。あ、そうか、見られることなくか。あ、もうやっちゃったか。アウトだよね。いや、サイレントテイクダウンが早くなるってやつが確かあったから、それも欲しいよね、そういえば。やるかな。まあ気づかれるよね。ここからダウンして襲うことはできないのか。この数ならまあ やべこんな感じ。明らかに戦い方がアウトな気もするけど、ベルアップ。まず間違いなく戦い方が間違っている。そうですね、ここ取りたくても取れないと。ポイントは温存してしまおうかな。こちらの方のも欲しいといえば欲しいんだけど、それほどっていう感じですかね。グラインドブーストアタック、単体の敵に対して高速グラインドを繰り出せる。最大速度で命中すれば瞬時に相手をノックアウトできる。グラインドキュー、グラインドブーストアタック時。なるほどね。俺はちょっと欲しいな。これ、後で必要になりそうなので、ちょっとこう。この3つっていうのが必要になりそうなんだよね。あのリドラーチャレンジ系で。なので、取ってみよう。サム死刑。中ひどいな、作りが。ちょっとあんまりお金がないんだろうな。あ、やっぱりか。敵いるって言ってるけど大丈夫なの。あ、ここ、そうか、結局通らなきゃいけないんだね。できるドアからも行けるのと行けるかと思ったんだけど、そんなことはなかったぜ。おいたさ、お、これあれだな。特にやる必要なかったんじゃない？これ。降りるか。お、なるほどな。This won't be easy.But if I'm going to access the National Criminal Database and find out what happened at Lacey Towers, I need to find the server room without being discovered. 誰にも見つからずにだと？これは難しい。実に 2,3 人は見つかってしまうと思う。かなり人がいるな。しかし、なんやかんやで、この中あるじゃないですか。漫画版をモデルにしているのかな。漫画版でこう警察系内を見せたっていう記憶がないんですけど、これドラマ版ゴッサム、まあ、バットマンの昔の話のやつなんですけど、それの中の地形に似てますね、警察庁。似てる、普通に似てる。ジェームズ・ゴードン、
Yeah, well, they were supposed to be guarding a crime scene, not gabbing. No wonder the bat got the drop on them. Yeah, tell them to keep their eyes open next time. 大丈夫か？テイクダウンしてしまって。Must you be so brutal, sir? These are city employees. They're as corrupt as they come, and they're in my way. 間違いない。Think twice about that approach, sir. You never know when you might need their help. At any rate, your objective is the GCPD server room. I've marked it on your map. Thank you, Alfred. どうする？いいじゃね。じゃあ、ですね。あ、別に見つかってもアウトじゃないんだ。こいつは良かった。にあそこ通るのに問題はない気もするが、ほら、おほ。I won't be able to access doors like this with my cryptographic sequencer. I'll need to find another way. あ、トランクではダメか。どうする？オーディエンスの電気サブ。あそこか。あそこは全く下のやつは関係なかったな。よし。I won't stand a chance against that many armed men. I can use Deathstroke's remote claw to pass above their heads undetected. なるほど。勝手にやりやがったな、バツ。まあ、やるけど。落ちたらアウトなのかな。罰ならあれぐらい増産もないと思うんだけど。静かに降り。I've got to be quiet so the SWAT officers don't hear me. テイクダウンする必要はなかったよね、多分。そしてこの中に結構あるな、リドラのあれ。まず取らないとね。いるか。いるな。どうする？お、ダークナイトチャンジョン、なんやかんやでちょっと悔しそう。あの右側の人はどうしたんだ、急におかしくなったのか。どうする？できないかって言うたの。おっと、たまにはビートダウンでもしておくか。よし。So what does this disruptor of yours do? Little bit of this, little bit of that. Mostly though, it does a whole lot of none of your damn business. Oh. Not you again. こんにちは。もう尋問できるぞ。やっておこう。Talk, or you won't be walking anywhere ever. No way. You gotta answer for dropping me off that rooftop, buddy. No, you have to answer to me. How does this disruptor work? Ask one of the pigs. They got it in evidence lockup. How about we take a little walk up to the roof? Okay, okay, you win. おお、前作でもあった武器を故障させるやつですね。電子ロックを突破はできなかった。
そいつはいいや。おしゃべりルブラン。そのかくらん機というのはどれだ。これのことか。ロッカーにしまった的なことを言ったな。一体どこにあるんだろうか。そうそう、俺はどこに向かっているんだろうか。あちらで会ってるっぽいが。これはあれか、戦うしかないということかな。やっておこう。もう間に合わなかった。おっと、よしよしよ。これでいいだろ。降ろした。Get yourself to a shelter. You kidding? That's where he round us up. You don't get it. Anarchy gets it, but you, you don't get it, man. そうか。どうやって進めばいいんだ。これ確か割れるよね。これ普通のジャンプじゃ無理なのか。しょうがない、使おうぜ。 OK。 やっとこうぜ、テイクダウンは。ここら辺何かありそうだな。本当に何かありそうだな。ここマークがあるんですよね。エニグマデータセットがあると。どこだかわからないな。まああれは今は取らなくてもね、大丈夫なんですけど。案外今取れない可能性も高いですしね、道具が揃っていないんで。お、バーバラ・ゴードンさん。オラクルさんですよね。ですね。この人が、前作、前々作で、オラクルという人がバットマンのを手伝っているのですが、まあこの人がそのオラクルになる人ですね。いるね。あとついでにエニグマのあれがちゃっかり置かれているね。大丈夫なのか。ここにもエニグマのやつがあるな。どうやって取る。待て、俺は一体どこへ行こうとしているんだ。おっと、爆破ジェルは関係ないんだ。いる？プレデターだよね、多分。You'd think with the number of skulls we crack, punks would think twice about messing with us. Help! That was one of us. Get over there. あ、今回これやるとバレるんだ。バレてはいないか。何かがいる的なあれになったのか。俺バレませんか。バレるよね、多分。やってみた方がいいのかな。くれると助かるんだが。間に合わなかった。超テイクダウンをやろうと思ったら、しまったぜ。
間に合いそうなので、こうなったら焼けだぜ。おっと危ねえ、アウトだ。久しぶりにね、久しぶりにやられた気がする。You should have turned yourself in when you had the chance. All right, boy. こいつはひでえ。頑張りますよ。武器を持った敵を孤立させ、音を立てずに倒せば、見つからずに倒せるとか、なんとか出ているけど。さて、ドイツからやるか。やるならね、まあ上のやつからやりたいんだけど。やはりこいつは、このテイクダウンでいいと思うんだけどね。では結局かくらん機はもらってないよね。欲しいな。もらえないのかな。あれなのかな、今作だとかくらん機はなんか探さないともらえないみたいなアイテムなのかな。あっちに行っとりますね。移動して向こう側のやつからやっていこうかな。あ、ここ無理だ、意図的に。なるならあいつかな。でもあれは見つかるな。よし、いけた。ここから孤立したやつを探すぜ。みんな上にいるからな、こいつは難しい。音立てすぎだろ。さて今度はどうするか。なるほど、あ、一箇所にしかできないってことかみたいだな。あ、ちょっと音がしたのか。こいつはまずい。下にはいないな。角度が良ければあいつ倒せると思うんだけど、バレずに。君みたいに見つからなければいいんだが。とりあえず上に戻りたい。あと何人だ？あと4人か。いざという時はゴリ押しでも倒せないことはないな。人数ですね。したくはないけど。どうする？孤立してるやつがいないな。強いて言えばこいつか。よし、これで逃げる。たまるなってあいつ。そうすると逆に俺的には嬉しいんだけど。やるならあいつか。右側のやつが孤立してますよね。よし、いけた。あと2人、こちらから向こう側へ行かないか。あ、うまいこと上の方を通ってくれれば消えるんだけどね。うん、孤立していいな。よし、あと1体。やばい、間に合うか。
そう、もう少しでねバレずに倒せたんですけど残念、惜しかった。これは本当に倒す必要性はあったのだろうかとはちょっと思うけど、ここは出口かな。ではないっぽいな。保安、保安官、保安官ってちょっと場所を場所を変えるだけで言葉のフレーズね、なんか中部の方みたいな名前になったよね。Brandon made a deal with Black Mask. Trying to kill the bat and collect the bounty. You gotta be kidding me. 失礼しますよっと。こんにちは。とりあえず順調に進めているぞ。ワンアウトあったけど。ですよね。どこだ、ここ。なんだと？しまった。ここも無理か。そういうことだ。They're using a security protocol I'm not familiar with, and the windows are reinforced glass. 本当でどうするバッツ。The disruptor in the evidence locker might do the trick. で、証拠品ロッカーはどこにあるんだいバッツ。お、なるほどな。行けってことだよな。もう一人はガチで気づいてなかったのか。よし、倒したぞ。Alfred, I can't access the evidence locker. I need an alternate route. 頼むぜ、アルフレッド。Evidence locker, sir? Well, according to these schematics, it adjoins an old elevator shaft which you can access via the infirmary. Thank you, さすがアルフレッド。ボスサムを守る盾。警察署は役に立っていないけどね。さて、といったところで、今回は終了させていただきます。さすがに長くなってしまいましたね。中途半端ですが、今回はここまで。では次回は引き続きメインストーリーをクリアしていきたいと思います。ではまた次回、ホビドアでした。